こんにちは、衆議院議員の宮本徹です。今日の予算委員会では消費税増税直後でありますけども、今国民の中でどんな痛みが広がっているのか、総理に多くの街の皆さんから聞いた声を、ぶつけました。今廃業が広がっております。しかし総理はそれに対して大変、何の痛みも感じてないかのように、まともに答えることはありませんでした。それからキャッシュレスポイント還元など十二分な対策をやっているということを政府は繰り返しやっておりますが、今日これでパネル使ったんですけども、東京の商店街でのポイント還元の登録状況というのはスタート時点で見れば多くの商店街が 1-2 割という状況で、ほとんど多数のお店は参加しておりません。それは手数料が決済にはかかって利益から持っていかれたら生活ができなくなる、あるいは現金が仕入れや支払いには必要ですから、カード決済が増えたら商売ができなくなる、そういう事態があるからです。実際私が聞いてきたお話でも、このキャッシュレスポイント還元に参加してお客が増えるわけでもなく、カードの支払いがぐーんと増えて手数料が増えて売上が利幅が小さくなって困っていると、こういうお話も聞きました。こういうことをですね、ぶつけて中小企業支援策として失敗してるじゃないかと言ってもですね、これは今後も広げていきますということで、この点でもですね、政府は国民の痛みに対して大変無自覚無責任だなということを痛感しました。ただ消費税増税についてですね、この間今日このパネルも使ったんですけども、消費税増税のたびに、国民の消費が、どん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 伸びなくなってるじゃないかと、これを示して追及したところ、さすがに政府の側も、消費税は確かに消費のマインドにマイナスの可能性があるということは認めざるを得ませんでした。だったらここまで消費税がですね、国内消費の鈍化に影響を与えているんだから、この消費を痛みつけてきた消費税増税は、10はやめる、そして、せめて5にまず戻すと、このことこそ必要じゃないと、このことを総理に対しては追及をいたしました。そしてもう一点追及したのがイージスアショアの問題です。庶民には増税の一方でイージスアショアの負担はどん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 膨れ上がってる。はじめ一期800億円と言ってたのが1000億円になり1200億になり、もろもろその他その他どこまで膨れ上がるのかわからない状況というのが続いております。秋田では参議院選挙で、野党統一候補が勝利をして、イージス・アショアノーの審判が下ったわけですけども、この民意を受け止めて断念すべきだ、このことも追及しましたけども、納得得られるよう説明をしていくんだということで、民意に耳を傾ける姿勢もなく、本当に、こういう政治にですね、任せるわけにいかない、この思いを強くした質問でした。引き続き頑張ります。ありがとうございました。